鹿本教授です。今回は私鹿本にとってのこのフリードハイブリッドの魅力ということでお話したいと思います。はい、まあ、私はですね、車買うときにプリウスアルファをもともとはね買おうとしてたんですね。で、まあ、ちょっとジェイドも気になってたけど、まあ、結局はこのフリードハイブリッドを選んだんですけれども、で、まあ、そこでね、プリウスアルファとかジェイドとかってやっぱりデザイン見た目はねやっぱあっちの方が好きなんですよ。でフリードって別にねデザインはそんなに好きではない、まあ後ろはね結構好きなんです。割とね、私このフリードハイブリッドに関してデザインで言うと、まあフロントは別に普通なんですよ。でリアはリアのデザインはちょっと優しい感じで、結構好きなんですけど、でも特にデザイン面では全然気に入ったわけではなかったんですね。だけどやっぱり圧倒的に室内が広い、その、まあ、コンパクトだけどその割には、まあ、最大限ですね、室内空間をとってね、まあ、それこそホンダの MM 思想ですね、ワンマキシマムメカミニマムですね、ということで、まあ、それを体現している車、まあ、もちろんねシエンタとかも同じようなコンセプトだと思うんですけど、まあ、やっぱりそれがなんていうかな、非常に使い勝手が合理的なんですよね。なので、まあ、そういったデザイン要素、かっこよさとかじゃなくて本当に使い勝手がいい、合理性を求めたところ、まあ、合理性に完全に振ってるってところが、まあ、この車の魅力だし、まあ、売れてるのはやっぱそれだと思うんですよ。まあ、私ね、このフリードハイブリッドの魅力って今までね、いろんな動画で言ってますけど、大体それはパワートレインのことを言ってます。まあ、IDCD ハイブリッド、まあ、これの魅力をねこのチャンネルでは多くの方に伝えたいということでやってるんで、まあ、そっちの話を結構言うんですけど、まあ、実際フリード、まあ、ハイブリッドも含めて、まあ、フリードですね、まあ、大体比率は半々ぐらいですね。今はちょっとハイブリッドも多いのかな、まあ、でもとにかくその半々、比率が半々だとしたらフリード全体として、まあ、フリードプラスも含めてですね、なんでこんなに売れてるかっていうと、モデル末期にもかかわらず月5000台以上いってるのかな、まあ、なんでこんなまで売れてるかっていうと、それはもうユーティリティですよ。室内の広さ、コンパクトで運転しやすい、ナンバーサイズだけど広いというところですね。で特に、まあ、シエンタと比べてこのフリードね、のいいところっていうのは、まあ、シエンタにないフリードの良さはやっぱりキャプテンシートだと私は思ってます。これちょっとわかんない、データ分析してないですけど、6人乗りの比率とかっていうのを分析してないけど、やっぱね7人乗りだったら、まあ、シエンタでいいと思うんですけど、でもね6人乗りやっぱキャプテンシートっていうのはねすごく強いと思いますよ。2列目の独立座席、何がいいかってね、やっぱり人乗せたくなる、なんかね送迎とかしたくなるんですよ。まあ、やっぱりなんでかな、キャプテンシートって、まあ、ジェイドもそうですけど、なんかちょっと高級感があるんですね、独立してて、だから全然この車高級車じゃないんだけど、でも独立座席だからちょっとこう居住性が上がってるというかですね、部分があって、まあ、その分定員は1人減ってるけど、でも、まあ、それのおかげで、まあ、これはね前の動画でも言いましたけど、3列目シートに人乗せた時も2列目の間が空いてることによって、ちょっと窮屈さがないと、まあ、それは3列目シート の座席の前のね、足元がちょっと広い、シエンタと比べるとゆとりがあるっていうのもあるんだけど、物理的なのもあるんだけど、視覚的にもねやっぱり2列目のシートの間が空いてることによって3列目に人が座った時もちょっと開放感があるんですね、っていうのもあって、やっぱその辺のねパッケージングの良さ、もうフリードがね売れてるのはもうそれに尽きると私は思ってます。まあ、もちろん、まあ、それに尽きるというか、その割合がそれに魅力を感じて、まあ、それが大きなね、一番大きな売れてる理由は徹底的に合理的に作った車だから。まあなので多分車好きの人はねフリード買わないと思うんですよ。てか私の知り合いでフリード乗ってる人って全然いない、車好きの人ってね、なので車好きの人はもっとシュッとした車だったり SUV とかね、乗るんで、ある意味非合理的な形をした車の方が車好きは好きだと思うんで、まあ、スポーツカーとか、まあ、空気抵抗とかいう意味では合理的かもしれないけど、まあ、要は人を乗せるとかね、そういった日常使いにおいてはちょっと非合理的なものを車好きの方は多分求めると思うんで、まあ、そのちょっと妥協点を探ったのが SUV とか、あるいは、まあ、ステーションワゴン、まあまあ、この車もステーションワゴンって一応ね車検上はなってるんだけど、まあ、カローラフィールダーとかね、まあカローラツーリングかとかっていう車が、まあ、その辺かなっていう気がする。まあ、結構ねその車好きって人でワゴン乗ってる人は私の周りではフリードってね周りでね乗ってる人、車が好きで乗ってる人って全然いないんですよね。とにかくねこの車の魅力って徹底的に
合理性を追求していることなんですね。でもね、それだけで終わらないんですよ。私にとってこのフリードハイブリッドの超大きな魅力、一番の魅力は、これはやっぱりそれだけパッケージングボディに関しては超合理性を追求しているにもかかわらず、パワートレインはめちゃめちゃ非合理的なパワートレインを積んでる。なんでミニバンに、なんでそんな万人受けする車両に7速 DCT の IDCD なんて変態ハイブリッドシステムが積まれてるかって、そこに尽きる。もうそれですよ。それが私にとっては、個人的にはこのフリードハイブリッドの一番の魅力です。うん、でそれはなんで魅力というか、まあ、それのおかげで私はね、この YouTube で、もう少しでチャンネル登録ですね、おかげさまで1万人いきますけど、これはやっぱりこのフリードを買ったおかげですよ。フリードを買ったから、それによってエンターテインメント要素ができた。要はエンターテインメントっていうのは、まあ、いわゆるお笑いですよね。お笑いっていうのはやっぱりおかしいから笑うわけで、おかしくないと、非合理的なことがないとエンターテインメントっていうのは生まれないっていうふうに、まあ、思ってるんですね、私はね。なので、まあ、別の部分もあるかもしれないけど、基本的にはそうだと思うんです。やっぱり、ちょっとそれはおかしいでしょっていうところでみんな笑うわけじゃないですか。うん、なので、やっぱそれがこの車にはしっかりある。それはこんだけ売れて、こんだけなんていうかな、一般受けするっていうところを重視して、超合理的にね、車好きの人には懸念され、嫌われるような、つまらないけど非常に使いやすい、使い勝手がいい車に、なってる、基本的にはなってるにもかかわらず、積まれてるパワートレインが7速 DCT のハイブリッドっていうねいう、そこの非合理性ですよ。そこのなんていうかな、いや合ってないよねっていうそここそがやっぱりフリードハイブリッドの私にとっての魅力なんですよね。だからね、ほんとね、こんな車他にない。だって、だってジェイドは、まあ、7速 DC って同じく変態のね、パワートリン積んでて、まあ、直噴エンジンでね、吹かすと気持ちよさそうなパワートリンですけど、まあ、ジェイドってちなみに、ベゼルとパワートリンも同じだと思うんですけどね。まあ、それはでも、ジェイドの形からして結構車好きの人に受ける。まあ、私も、まあ、私車好きではないけど、オデッセイが昔好きだったんで、まあ、3代目オデッセイがすごい好きだったんです、形としてはね。でも、あの形に似てて、ジェイドはすごい気に入ってるんですけど、まあでもちょっとそれかっこいいっていうね、まあ、感性に訴えるところがあって、でパワートレインもちょっとそういう尖ったパワートレインについてて、まあ合ってると思うんですよ。まあなんだけど、やっぱそもそも車好きっていうところで言うとね、他にもっと車好きがに刺さる車たくさんあるんで、やっぱりレッドオーシャンなわけでね。なのでそんな中でやっぱジェイドは勝ち残れなかった。だからもうそんなに売れずに終わってしまったっていうところでね、まあなかなかいい車だとは思うんだけど、まあちょっとね、3列目とか2列目とかはちょっとまあ中途半端だった部分もあるのかなっていうのはね、人によってはっていうのを思いますけど、まあでもそうだから、ジェイドは合理的なんですよ。その組み合わせが、パワートレインとボディの組み合わせ方が合理的です。全体的に、だからバランスがすごくいい。でプリウスアルファはパワートレインは当然一般受けする THS だし、もうボディもまあプリウスアルファな名前の通り、プリウスをちょっと伸ばして、まあね、一般受けするプリウスのちょっとワゴンタイプで、プリウスだとちょっと許容、ね、もう少し荷物積みたいって方とか、まあとは7人乗り設定があるという、まあプリウスのミニバンタイプって言って、まあ合理的じゃないですか。パワートレインとボディ合ってる。でフリードはどうかっていうと、ボディはめちゃめちゃ合理的なんだけど、パワートレインは全然合理的じゃないっていうか、まあすごい非合理的じゃないですか。ミニバンで普通に考えたら多人数乗車して、すごくなんていうかな、安心して、走れるという、滑らかに走れる。だから E パワーが一番いいと思うんですよね、パワートレインとしてはね。まあ E パワーとか EHEV を積むのがいいと思うんだけど、それと真逆な、本当にバッテリー残量すごい意識して走んないと、バッテリー満充電近くになってブレーキがキーキーになってブレーキパッド減るし、ね、もう本当に、まあ、それ以外にもいろいろね、一足三足乗り換えとか、まあ、あとはまあ EV 走行からエンジン走行の、ね、切り替え、まあ、それは逆か、エンジン走行から EV 走行に切り替えなかなかできなかったり、本当にもうそういうのを、だからそうフリードハイブリッドって、これ前も言いましたけど、本当にね、他の人に運転させたくないんですよ。他の人に運転させたくない車、ついこの前ですね、エコラン学生さんっていうね、視聴者の方に、この車運転してもらいましたけど、まあ、正直ね、
やっぱ運転させ、正直ね、やっぱりあんまり運転させたくない。なんでかっていうと、ブレーキパッド減るから。で、彼もね、彼はなかなかそういう専門知識ある、結構ある方なんだけど、にもかかわらず、やっぱりね、一足三足つない会はなかなかうまく、まだね、まだまだ全然だなっていうのありましたし、いや、ここはもう、EV 走行切り替わる前にもブレーキ踏んじゃっていいよと。EV 切り替わんないからもうブレーキ早く踏みなっていうところで、なんか EV 走行に切り替わってからブレーキ踏もうってちょっと頑張りすぎちゃって、いや、ここは、もう諦めるべきところなんだけど、いや、まだいけるかなみたいなところで、でも EV 走行結局切り替わらなくて急ブレーキっていうね。そうすると本当最悪じゃないですか。ブレーキパッドが減るんで。だったら初めからエンジンかかってる状況でブレーキを踏んで、で、途中で5速から3速に切り替わるときにブレーキちょっと離すっていうやり方をする。だから、要は100点を目指さない運転みたいなところが、必要な部分もあって、なんでその辺がね、でもどうしてもなんかそのなんだろう、ロジカルにだけ考えてる経験が浅いとやっぱり模範解答っていうのを目指しちゃうから、だからそうなる、その彼の運転が下手とか全く思ってないし、いや、彼はすごく頭いいんで、その辺分かってて実際反省してるし、まあ、それが経験になっててすごいいいんだけど、でも、ちょっとブレーキパッド減ってるし、あんまりいい気持ちはしないんですよね、そういうの横から見てて。まあ彼自身が成長するのはいいなっていうふうに思うけど、やっぱこの車はちょっとそうやってブレーキパッド減っていくし、なんかちょっとね、本当にだから、まあでも彼は全然、彼はすごいそういう専門知識もあるから、まあ彼みたいな人だったら全然この車貸していいけど、でもね、やっぱ専門知識がない人に関してはこの車本当貸したくない。で、正直言うと私のね、そのチアプリウス PHVを、まあ、私が出資して、買いましたけれども、まあ、その父親のプリウス PHV をね、借りるとき、まあ、具体的には長野の方に行くとき、山の方に行くとき、まあ、要は回線進行する、この車だとバッテリー容量小さすぎて回線進行するような峠道とか攻めるときは、まあ、攻めるじゃない、峠道行くときに普通にね、行くときは、まあ、プリウス PHV を親に借りて、で、その代わりにこの車を親に貸すんですけど、それすごいね、ちょっとストレスなんですよ。やっぱりね、うちの父親は全然そういう、なんだろう、運転の仕方で燃費を上げるとかってあんま考えない人なんで、だからこそインサイトを進めたんだけどね。だけどそんな父親にやっぱこの車を貸すっていうのがすごいちょっとストレス で、そういうのもあって、まあすごいストレスってわけじゃないけどね、まあそこまでストレスじゃないけど、ちょっと大げさに言っちゃったけど、でもそういうのもあって、プリウス PHV の初代をね、私ちょっと別で所有したいなって思いがあるんですけど、まあそれは前の動画で言った、プリウス、新しいプリウスが出る、新しいプリウスもいいよね、だけどやっぱり自分は3代目プリウスの PHV がいいねみたいな話をしたと思うんですよ。それ本音なんですよ。で、まあ、ちょっと友達に、初代プリウス PHV ですね、こう買わせたいなみたいな思いはあるんですけど、まあ、とにかくそう思っちゃうくらい、この車本当人に運転させたくない。でもそれってミニバンにおいて、ミニバンってだってさ、お父さんも運転するし、お母さんも運転するし、なんならね、まあ、子供も、まあ、成人してたら子供も運転するかもしれないみたいな、そんないろんな人が運転してもいい、いろんな人が誰が運転しても運転しやすい車がミニバンであって、実際この車はパッケージングっていうか、そのボディの形というかですね、視界はすごくいいし、ボディの形的にはそういう車になってるにもかかわらず、この IDCD っていう配備システム、本当に運転、人を選ぶシステムで、だからそこがめちゃめちゃ非合理的、もう全然合ってないパワートレインとボディがね。でもそれこそがやっぱりこの YouTube チャンネルが伸びたゆえんだと思うんですよね。で、やっぱり売れてる車だから検索で引っかかるし、フリードハイブリッドってやったら、すんごい超ドマニアックなね、こんなバッテリー残量うんぬんとかエネルギー保存速とか言ってるにもかかわらず、ここまでですね、チャンネルが伸びた。これは本当にこの車のおかげで、本当にだから私はこのフリードハイブリッド買ってよかったし、まあそういったところではこういうね、面白い車を出してくれたホンダさんにはすごい感謝してるし、絶対トヨタのシステムが完成度は高いし、総合的にはね、にやっぱりシエンタの方が多くの方に、お勧めしたい。だから私は本当に本音で思ってる、それはフリードよりもシエンタの方が多くの人に絶対合うと思うんですけど、でもやっぱ個人的には、まあ一そのね、 YouTuber として、やっぱり面白い話題を提供するって考えたら、やっぱトヨタ車にはあんまりね、乗れない、乗っても面白くないなっていうのがあって、だからこそ私はまあこのね、ポンコツハイブリッドシステムポンコツだけどすごいいいところがあるハイブリッドシステムですね、を愛し続けるし、まあ、今後もね、この車は手放すつもりは全然ないとい
というふうに思ってるわけでございます。はい、ということでね、今回はこのフリードハイブリッドの個人的に思うね、一番大きな魅力についてお話をさせていただきました。はい、ということで今回の話は以上です。ご視聴ありがとうございました。